今月初めにフロイダ州を襲い、200人以上の犠牲者を出したハリケーンヘリン。その災害復旧も進まない中、9日水曜日夜、カテゴリー3のハリケーンミルトンがフロイダ州タンパ周辺に上陸。数百万人もの住民が避難の対象となりました。今週初めに発生したハリケーンミルトンは一時、 カテゴリー5という勢力の一番強いレベルに2度発達しメキシコ湾を西からフロリダ半島に移動。9日水曜日夜にフロリダ州タンパ周辺に上陸した際にはカテゴリー3に勢力を落としましたがハリケーン圏内では暴風高潮大雨が同時に襲い竜巻も各所で発生大きな被害を出しています。

10日木曜日にはミルトンはフロリダ半島を横断し大西洋上に抜けました現在は大規模な浸水、洪水のあった地域からの住民の救助活動が行われていますこのハリケーンの被害で少なくとも10人の死亡が報告されていますバイデン大統領は会見で我々は被災した州当局と緊密に連絡を取り 被災者に必要なすべての物資を準備すると語り政府の全面的な援助を約束しましたフィーマ緊急事態管理局では被災者のための救援物資配布のほか被災した住民に対して取り急ぎ一律750ドルおよそ11万円の一時支給金を出すとしています